おはようございますただいまから本日の会議を開きます。日程に先立ち、議長の北中敦さんから、会議にあ欠席する旨の届け出がありましたので、地方自治法第106条第1項の規定に基づき、副議長の私が議長の職務を務めます日程第一初報告であります。 市長から地方自治法第180条第2項の規定に基づく専決処分の報告が参っており、写しを配布しておりますので、ご覧おきを願います。次に、教育庁から地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により、宮津市教育委員会の所管する 事務事業の管理、および執行の状況の点検、および評価に関する報告書が提出されておりますので、ご覧おきを願います。次に、監査委員から、地方自治法第235条の2、第3項の規定に基づく、平成30年度10月分の水道事業会計の、例月水道検査、 結果報告書が提出されており、写しを配布しておりますので、ご覧おきを願います。日程第2議第77号を議題といたします。委員長の報告を願います。総務文教委員長長林美代さん。 ただいま議題となりました議題 77, 77号、京都府市町村職員退職手当組合規約の変更について、審査の経過と結果をご報告申し上げます。党委員会は、去る12月13日に委員会を開催し、所管の部課長等の出席を求め、審査を行いました。今回の規約の変更は、京都府市町村職員退職手当組合を組織する 府内31の地方公共団体のうち、総楽軍西部陣愛処理組合が名称変更したことなどに伴うものであります。採決の結果、全員賛成で、原案可決と決しました。以上で報告を終わります ただいまの委員長報告に対して質疑に入りますご質疑はありませんか質疑なしと認めますこれで質疑を終結いたしますこれより討論に入りますただいまの委員長報告に対し反対その他のご意見はありませんか意見なしと認めます これで討論を終結いたします議第77号を採決いたします本件に対する委員長の報告は可決であります本件は委員長報告の通り決することに賛成の皆さんは起立を願います起立全員であります本件は委員長報告の通り 可決されました日程第3議第78号から議第82号まで5件を一括して議題といたします委員長の報告を願います産業建設福祉委員長川原末彦さん ただいま、議題となりました、議第78号から議第82号までの5件につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。党委員会は去る12月13日に委員会を開催し、所管の部下長等の出席を求め、審査を行いました。はじめに、議第78号、土地改良事業の施行についてであります。 7月豪雨により被災した農地及び農業用施設について、合計33か所の復旧工事を実施するものであり、特筆すべき質疑はありませんでした。採決の結果、全員賛成で原案可決と決しました。次に、議題79号、宮津市地域支え合いセンター条例の制定についてであります。宮津市 福祉センターは条例の廃止と合わせて重要な公の施設に関する条例から削除されるが重要な公の施設に宮津市地域支え合いセンターが含まれていないのはなぜかとの質疑があり重要な公の施設の定義は一般に広く市民に供していただく性質のものである。 今の福祉センターは大会議室、会議室、娯楽室など、体幹という位置づけ、可視観という位置づけで、福祉関係団体だけでなく、さまざまな団体や個人に利用していただいているが、この可視館機能については、福祉教育総合プラザに移転した。地域支え合いセンターは 地域支え合いの拠点として、福祉活動を行っていただくこととしており、一般的な価値観は想定していないことから、重要な公の施設にはならないとの答弁がありました。採決の結果、全員賛成で原案可決と決しました。次に、議題80号。 宮津市民の福祉の増進を図る施設として設置している宮津市福祉センターについて、耐震基準を満たさず、老朽化が著しいため、施設を閉鎖することから、本条例を廃止するもので、特筆すべき質疑はありませんでした。 採決の結果、全員賛成で原案可決と決しました。次に、議題81号、宮津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部改正についてであります。子ども・子育て支援法施行令及び 同法施行規則の改正により、未婚の一人親を家父とみなす特例と、都道府県から指定都市への税減以上に伴う特例が加わったことから、本条例について所要の解説を行うもので、特筆すべき質疑はありませんでした。採決の結果、全員賛成で原案可決と決しました。 次に、議第82号、宮津市旧傾斜地崩壊対策事業費分担金徴収条例の制定についてであります。第5条に、市長は、必要と認めるときは分担金の全部もしくは一部を免除することができるとしているが、どんなときに適用されるのか、災害発生時も適用されるのか、 との質疑があり、災害時のケースとしては、旧傾斜地崩壊対策工事施工中に、不可効力により、手戻り工事が発生した場合の二重負担に対する軽減措置等を想定している。その他の想定できないケースについては、その都度判断していく。今回の池の谷地区のような、 土砂災害については適用は考えていないとの答弁がありました。委員官討議において、分担金徴収の根拠条例ができたことは評価するが、災害があれば生活が苦しくなるので、そうした場合には全額減免にする運用をしてほしい。災害があった場合でも所有者、地域が直すべきとの 基本的な考え方からすると、一定の負担はやむをえないのではないかなどの意見が交わされました。採決の結果、全員賛成で原案可決と決しました。以上で報告を終わります ただいまの委員長報告に対し、一括して質疑に入ります。ご質疑はありませんか。長林美代さん。はいえー、議題82号についてご質問をさせていただきます、えー。委員長報告におきましては、その他の想定できないケースについては、その都度判断していくというふうにありました。 これあの想定外については、いろいろとあの東日本大震災、原発の問題等もありまして、えー、想定外についていろいろとあの全国的に議論をされているんですけれども、その想定外について、えー、この委員会の方で、えー、議論はあったんでしょうか、質疑等はあったんでしょうか、お伺いしたいと思います。2点目に、えー、その次ですね、今回の池の谷地区のような土砂災害。 についてはとありますけれども今回の池の谷地区の災害これはどのような災害であったのか質疑応答弁はあったんでしょうかで3点目に印鑑討議において一定の負担はやむを得ないのではないかとの意見があったようですが一定の負担とは一体どのくらいのことを想定してやむを得ないと えー、して議論、意見が交わされたのか、その辺、お伺いをしたいと思います。ねはい、あ川原末彦さん。えっと、ちょっと一番、最初の、点ですけれども。ええー。 想定できないという、えー、どのようなことが想,想定、えー、されているかという質問なんですけれども。えー 想定できないケースについては、個別その、まさに想定できませんので、そういった事例等については、議論は交わされませんでした。えー、もう一つのやつ、池ノ谷、池ノ谷地区のような災害というのは、まさにあの基本はですね、えー 基本はこの不可抗力による手戻り工事が発生した場合の二重、ね、負担を軽減の軽減措置と想定しているので、まあ、それ以外のーケースはあー、まあ、見ていないということなんですけれども、それが一番まあ大切なことなんで、そ,それにまあ池の谷地区のようなあのケースはです、ねえーまあ、当てはまらないということであります以上です。 具体的な減免額の額等については、議論はございませんでした。他にご質疑はありませんか質疑なしと認めます。 これで質疑を終結いたします。一括して討論に入ります。討論の通告がありますので、これを受けることといたします。長林美桜さん。 本共産党の長林美代でございますただいま議題となっております、議題82号、宮津市休憩車地崩壊対策事業費分担金徴収条例の制定について、日本共産党宮津市会議員団を代表し、賛成の討論をさせていただきます。本条例は、休憩車地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき、 京都府が行う休憩者地崩壊対策事業について、宮津市が負担する費用の一部に充当するために、特に利益を受ける者から徴収する分担金について、必要な事項を定めたものであります。第2条におきましては、特に利益を受ける者、すなわち受益者である徴収非徴収者を、地域によっては自治会または住民個人の 両方を想定ししているととのことでした第5条では、市長が分担金の徴収を全部、もしくは一部を免除すると決めるのは、工事中に自然災害が発生し、損害金が増えた損害額が増えた場合と限定をしています。工事中に、転災による事業費の増加がなければ、分担金を全額徴収するというものであります。 7月豪雨で被災した池の谷地区の場合、過去に実施した休憩斜地崩壊対策事業で工事した箇所の情報で土砂崩れが発生し、過去に実施した事業箇所が破損していないために、災害対策事業に指定されないというレアなケースでありました。豪雨による災害復旧を災害対策事業と認めない国の姿勢も問題であります。 今後は、園庭等が破損してもしなくても、このような場合は災害復旧事業とみなすよう、宮津市は国に強く要求をするべきです。また、崩壊の危険があるから、前もって対策事業をするというのは、それはそれで必要なことです。受益者負担割合も明確になりました。しかし、今の宮津市政は、財政難を理由に、 あらゆる事業を見直すとしており、事前の対策事業は後回しになるのではないかと懸念をいたします。さらに、安倍政権の下で社会保障費がどんどん削減され、受け取る年金は減る一方です。逆に介護保険料は京都府下で一番高い保険料となっています。医療費や国保税も、後期高齢者医療の保険料もずいぶんと高くなりました。また電気料金 等もも値値上上上がりし続けてていいまますす水水道下水道下料金も値上げの対象となっています国等から大きな負担を押し付けられ、その上、災害で家財、家財産を失い、途方に暮れている住民に分担金を支払えというのは納得はできません。災害はいつ、どこで発,災発生するか分かりません。住民の生活基盤を守り、 安心・安全な暮らしを維持していくのは地方自治体の責務です。ですから、災害によって被災した場合には、分担金、えー、分担金は猶予でも一部免除でもなく、全額免除とするべきです。一方、従来から根拠のない受益者負担金を協力金と称して徴収していたことについて、その 根拠のを定めた点では、一歩前進したものとなりました。したがって、議題第82号、宮津市休憩者地、崩壊対策事業費分担金徴収条例の制定について、分担金の徴収は災害、その他の理由による場合は全額免除とする、運用とするよう要請し、賛成討論とさせていただきます。議議員ののの皆様の住民の立場でご審議 よろしくお願いをいたしまして討論を終わらせていただきますありがとうございました他にご意見はありませんか意見なしと認めます これで討論を終結いたします議第78号から議第82号までの5件を一括して採決いたします5件に対する委員長の報告はいずれも可決であります5件は委員長報告の通り決することに賛成の皆さんは起立を願います起立 全員であります5件は委員長報告の通り可決されました日程第4議第83号から議第85号までの3件を一括して議題といたします委員長の報告を願います予算決算委員長徳本義孝さん ただいま議題となりました議第83号から議第85号までの3件につきまして一括して審査の経過と結果をご報告申し上げます。総務文教産業建設福祉各分科会での質疑、委員間討議を経て12月19日に本委員会を開催し審査を行いました。まず 議第83号、平成30年度宮津市一般会計補正予算第3号についてであります。はじめに、総務文教分科会委員長から次のとおり、分科会での審査報告がありました。財政課所管分について、主催の償還金の整理について、主催利子減額の主な要因は、との質疑があり、 一般会計と下水道事業特別会計の減額補正である新年度予算の交際費を計上するにあたり28年度までの仮り入れ分は確定29年度仮り入れ分は見込みで積算している中1つは災害復旧費を繰り越したことで借入れ額が減少したこと2つには 利率を0.8%で積算していたが、借り入れ実績が0.01%から0.4%の低い利率となったこと。この2つの要因で、一般会計で2281万4000円、特別会計で408万3000円減額になったものであるとの答弁がありました。次に、 総務課所管分について、京都府議会議員一般選挙執行事業で、人件費の財源であるが、どこまでが不委託,金なの委託金の対象なのか、その住み分けはとの質疑があり、選挙にかかる人件費は、投票所,投票所のと開票所の従事者、管理者、立会人にかかる人件費と、 選挙準備事務にかかる事務局職員の時間外勤務手当を執行経費とし、不委託金の対象としている。今回の補正予算は年度をまたいでいることから、3月までの準備経費としてお願いしているものとの答弁がありました。次に、市民課所管分について、ごみ等収集運搬処分事業で 良海岸の漂着ごみの処分費用が繰り越し免許となっているが、目処としていつまでと見込んでいるのかとの質疑があり、平成29年度の災害ごみの焼却処分が残っており、7月豪雨のごみはそれが終わる3月から10月にかけて焼却処分の見込みであるとの答弁がありましたまた。 今の清掃工場でその状況なら、新清掃工場ではそれほど処分できないのではないかとの質疑があり、処理能力内は処分をお願いしたいと思っている。市民から搬出される一般廃棄物の処理に支障がないようにするのが大前提であるとの答弁がありました。次に、学校教育課所管分について、 スクールバス購入事業で、積雪時等のことを考えて、どのような車両を購入するのか、また、購入する車両の運転手は確保できるのか、との質疑があり、今回、購入しようとする車両については、今後5年程度の児童・生徒数の推移を踏まえたもので、積雪時のことも考えて、 四輪駆動車の車両とする予定である。また、市が責任を持って通学手段を確保するため、確実に運行できるよう現在、運転手確保に向け、貸し切りバス事業者やシルバー人材センター等と協議しているところであるとの答弁がありました。と報告がありました。次に産業福祉 産業建設福祉文化会委員長から次の通り文化会での審査報告がありました社会福祉課所管分について認定子ども認定子ども園整備事業において補助対象経費が総事業費の88%だが対象外のものは何なのかとの質疑があり保育所 整備交付金の対象とならない教育にかかる1号定員分である。なお、教育部分でも申請したが、採択要件である大規模修繕に該当しなかったとの答弁がありました。次に、農林水産課所管分について、新規就業者育成支援事業において、漁船等リース事業への支援を 追加しているが、どこでどんな漁業を営もうとしているのか、との質疑があり、平成27年度から設置している海の民学者の卒業生で、養老地区でハエナ漁業を営んでいる個人事業者である、との答弁がありました。次に、土木管理課所管分について、公共土木施設災害復旧事業において、 原型復旧だけでなく、施設の機能強化もできることがあるようだが、この度の災害復旧工事では、そのようになっているのかとの質疑があり、災害復旧事業の基本は、原形復旧である。大手川の河川潜窟が著しい箇所などは、この原形復旧と見なされる機能、紅用復旧のための 過小保護の査定決定を受けている。また、豪雨等による災害が同じところで発生しないように対策は考えているのかとの質疑があり、滝場川では昨年の台風18号により神社横から一水し公民館が浸水被害を受けたことから、その対策として転落防止機能も兼ね備えたコンクリート壁を 整備するなど、今年度、浸水被害の軽減を図る予定である。抜本的な対策については、地域と協議中であるが、短期対策はできる限り実施していく考えであるとの答弁がありました。と、報告がありました。委員長報告に対する質疑において、スクールバス購入事業について、マイクロバスも含めて、すべて四輪駆動車なのかとの質疑があり、 購入車両は四輪駆動車を考えているとの回答はあったが、マイクロバスに四輪駆動車はないので、それにかかる質疑はなかったとの答弁がありました。また、運転手の確保にあたり、資格など民間事業者なら問題ないと思うが、それ以外の場合は、との質疑があり、全国ではシルバー人材センターが運行業務をしているところもあるし。 公用車の運行であり、未種免許は求めないが、安心安全のため、運転経験等の条件をつけていくとの回答がありました。との答弁がありました。また、仮に運転手が確保できなかった場合、それでも車両購入するのかとの質疑があり、スクールバスは必ず運行していかなければならないと考えているとのことであった。 との答弁がありました。採決の結果、全員賛成で、原案可決と決しました。次に、議第84号、平成30年度、宮津市下水道事業特別会計補正予算第2号であります。産業建設福祉分科会委員長から、交際費の整理及び、年度内に完了しない工事にかかる、 繰り越し免許費の設定に伴う補正である、特別すべき質疑等はなかったとの報告があり、採決の結果、全員賛成で原案可決と決しました。次に、議第85号、平成30年度宮津市水道事業会計補正予算第3号についてであります。産業建設福祉分科会委員長から、 今回の補正は、7月豪雨にかかる復旧経費の追加などに伴う補正であり、特筆すべき質疑等はなかったとの報告があり、採決の結果、全員賛成で、原案可決と決しました。以上で報告を終わります。 ただいまの委員長報告に対し、一括して質疑に入ります。ご質疑はありませんか質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。一括して討論に入ります。ただいまの委員長報告に対し、反対、その他のご意見はありませんか 意見なしと認めますこれで討論を終結いたします議第83号から議第85号までの3件を一括して採決いたします3件に対する委員長の報告はいずれも可決であります3件は委員長報告のとおり決することに賛成の皆さんは起立を願います 起立全員であります3件は委員長報告のとおり、可決されました。日程第5議第86号から議第92号までの7件を一括して議題といたします。提案理由の説明を願います。森口総務部長 ただいま議,案議題となりました議第86号および議第87号の2件につきまして提案理由のご説明を申し上げます別紙の平成30年12月定例市議会追加分の単行議案の概要も併わせてご覧いただきたいと存じます 最初に、議第86号、宮津市長および副市長の給与に関する条例の一部改正についてでございます。特別職の職員の給与に関する法律の改正を受け、これに準じて本市の特別職である市長および副市長の期末手当の支給付き数を改定しようとするもので、年間0.05月引き上げるものでございます。施行日は 平成30年度分は交付日施行の平成30年12月1日適用平成31年度以降分は平成31年4月1日でございますなお議員及び教育長の期末手当につきましても本条例の規定を順用していることから同様に改定する改定となるものでございます次に議第87号 宮津市一般職職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます4ページをご覧いただきたいと存じます平成30年の人事院勧告及び一般職の職員の給与に関する法律等の改正を受けこれに準じて本市の一般職職員の給料手当を改定しようとするもので勤勉手当等は支給月数を年間で0.05月 給料表については平均で0.2%、宿日直手当は200円、それぞれ引き上げるものでございます。施行日は勤勉手当等の平成30年度分は交付日施行の平成30年12月1日適用、平成31年度以降分は平成31年4月1日、また給料表及び宿日直手当については交付日施行の 平成30年4月1日訴求適用でございます以上、誠に簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。木 私から議第88号から議第92号までの平成30年度補正予算関係5件につきまして、提案理由のご説明を申し上げます、別紙の平成30年度宮津市12月補正予算追加提案文案の概要も併せてご覧いただきたいと存じます。今回追加でおお願いをいをたしております補正予算は 一般会計および特別会計等5件で、総額970万3000円を追加するものでございます。まず、一般会計補正予算第4号につきましては、給与等の改定に伴う人件費の補正を行うものであり、歳入、歳出ともに829万9000円を追加し、予算の総額を134億、 5, 万 6, 円とするものでございま,すまた、その財源は、特定財源を8万4000円、一般財源を821万5000円といたしております。次に、国民健康保険事業特別会計補正予算第2号、介護保険事業特別会計補正予算第2号、 下水道事業特別会計補正予算第3号および水道事業会計補正予算第4号につきましても、同様に給与等の改定に伴う人件費の補正を行うものでございます。以上、誠に簡単ではございますが、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願いを申し上げます。 議第86号から議第92号までの7件について一括して質疑に入りますご質疑はありませんか質疑なしあ、はい、ええー、向山貞彦さん議第87条宮津市一般職員の給与に関する条例の一部改正について 四角い黒の提案の概要1、勤勉手当等の支給次数を年間0.05か月引き上げの項についてご質問させていただきます、えー。平成30年11月6日付、総務副大臣、地方公務員の給与改正等に関する取り扱いについて、第1の9項に、国においては人事評価の結果を任用、給与等へ反映しており、本来の給与改正において、 昨年に引き続き、勤勉手当の支給付き数を引き上げ、勤務実績に応じた給与を推進することとしている、地方公共団体においても、地方公務員法の改正により、平成28年4月1日から人事評価の実施が義務付けられ、任命権者は人事評価を任用、給与、文言その他の人事管理の基礎として活用するものとするとの基本基準が同法に明確に規定されている。 とともに、人事評価の結果に応じた措置を講じなければならないこととされている。これを踏まえ、人事評価の結果を、勤勉手当や昇給等に十分反映できていない団体にあっては、地方公務員法および地方独立行政法人法の一部を改正する法律の運用についてに、留意の上、速やかに必要な措置を講じること、特に勤勉手当の支給や昇給等について、 人事評価の結果を反映させずに、一律に行うと、法の趣旨に反する運用がある場合には、速やかな是正を図ることという条項がございますが、宮津市の一般職員における勤勉手当の評価等の運用はどのようになっておりますでしょうか森口総務部長。えー、今議員お触れのとおり、えー 人事評価、これは勤勉手当と反映させていくものということで、国の方からもご達しがあります。本市においては、その人事評価自体は、まだ給与リンクにまでは至っておりませんが、国からの指摘どおり、28年の4月から人事評価制度を運用いたしております。でその中で、勤勉手当は、まあ、勤務成績に基づいて支給される制度ということでございますが、 その目的の一つとして、旧、まあ、への反映というものがございます、勤務成績に基づいて、勤勉手当や昇給に差をつけていかなければならないということは承知はいたしておりますけれども、今、現時点においては、勤勉手当への反映は行っていないということでございます。あ今後にについいいいててて検討してままりりたいとういうふうに思っておりますす以上でございます向山貞彦さん 引き上げに関しましては今回の条例提案されましてその今反映に関しましては今後検討されるという理解よろしいですか森口総務部長ご指摘のとおりでございます小山貞彦さん同じく同じ時に出ましたこの閣議決定の中で11月6日の閣議決定におきまして 公務員の給与改正に関する取り扱いについてというのがございます。その第4項に、地方公務員の給与改正改定については、各地方公共団体において、地方公務員法の趣旨に沿って適切に対応するとともに、厳しい財政状況および各地方公共団体の給与事業等を十分検討の上、すでに地域における国家公務員、または民間の給与水準を上回っている地方公共団体にあっては、 そのの適正化をを図るるるる必要要な措置を講じるよう要請するものとすもとまた地方公共団体の適正な人員管理および人件費の抑制に支障をきたすような国の施策を厳に抑制するとともに地方公共団体に対し行政の合理化・効率化を図り適正な定員管理の推進に取り組むよう要請するものとするという閣議決定が行われていますがこれに対してどのように考えですか。 森口総務部長えと今回のお願いをおっしております、ちょっと議案とは少し話が逸れているのかなというふうに思っておりますけれども、えー、とあの私どももあの国の基準に従って、えー、うちの国の国,交国家公務員給料表を準拠いたしておるということでございます、ラスパイレス指数についても100を下回っております。97点 97%台というふうに思っておりますまた定員管理についても適正な定員管理にまあ当然ながら努めていくということでございます以上でございます他にご質疑はありませんか質疑なしと認めますこれで質疑を終結いたしますお諮りいたします 7件については、委員会付託を省略することにいたしたいと思います。ご異議ありませんか異議なしと認めます。7件については、委員会付託を省略することに決しました。一括して討論に入ります。7件に対して反対、その他のご意見はありませんか意見なしと認めます。 これで討論を終結いたします議第86号から議第92号までの7件を一括して採決いたします7件は原案の通り決することに賛成の皆さんは起立を願います起立全員であります7件は原案の通り可決されました 日程第6、市議第9号を議題といたします。発議者から提案理由の説明を願います。徳本義高さん。ただいま、 議題となりました主義第9号につきまして、お手元に配布の案文を朗読し、提案理由のご説明といたします。下水道施設の改築にかかる国庫補助の継続に関する意見書案でございます。宮津市の下水道は、宮津湾流域関連公共下水道として、昭和61年に事業着手して以降、 順次整備を進め、平成31年度に施設改正する予定となっており、今後は建設から維持管理や改築更新の時代へと移行し、施設の長寿命化を図るため、計画的に改築更新を行う必要があります。下水道は極めて公共性の高い社会資本であり、その 国庫補助金は地方財政法上、国が義務的に支出する負担金として整理されています。また、下水道法においては、施設の設置に加えて、改築も国庫補助の対象となっている。しかし、国の財政制度等審議会において、下水道事業は主要な施設の 改築費用の約半分を国庫補助で補っていることから、賄っていることが受益者負担の観点から課題とされ、それを使用量で負担すべきとの基本的考え方が示された。これを踏まえ、未普及の解消と薄い対策に重点化する方針が打ち出されたことから、 長寿命化を進める下水道施設の改築について、国庫補助金の削減が懸念されている。今後、改築にかかる国庫補助金が削減または廃止されると、財源不足を行うため、下水道使用量の大幅な増額改定や、一般会計、繰り出金の増額など、市民生活や 本市の財政状況は極めて厳しい状況になることが予想されるところである。都市機能や地域の生活基盤の維持強化を図り、安全で衛生的な市民生活を確保していく上で、下水道施設の計画的な改築は不可欠であり、国の果たす役割は大きい。よって、国におかれては、下水道の公共的役割に対する国の責務、 市民生活の維持の観点から、下水道施設の改築に対する国庫支援を確実に実施することを強く要望する。以上でございます。議員の皆様のご賛同を賜りますようお願いを申し上げます。 ただいま議題となっております本件については直ちに採決をいたしたいと思いますご異議ありませんか異議なしと認め直ちに採決をいたします本件は原案のとおり決することに賛成の皆さんは起立を願います起立全員であります本件は原案のとおり可決されました 議決されました意見書の軸並びに取り扱いについては議長に一任を願います。日程第7、常任委員会、議会運営委員会並びに特別委員会の審査および調査を閉会中も継続するの件を議題といたします。各委員長から会議規則第111条の規定により、 お手元に配布いたしました申し出書のとおり、閉会中の審査及び調査の申し出があります。お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の審査及び調査に付することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。各委員長からの申し出のとおり決しました。以上で、本日の日程は、 すべて終了いたしましたそれでは12月定例会の閉会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます今定例会は12月3日に開会し本日まで 24日間にわたりまして、提案されました諸議案について、議員の皆様には熱心にご審議をいただき、本日、ここに全日程を終了し、閉会できましたことは、議員皆様のご政霊と、市長をはじめ、理事者の皆様のご協力の賜物と、厚くお礼を申し上げます。本来なら 田中議長がご挨拶申し上げるところですが、年内いっぱい療養中のため、せん越ながら副議長の私がご挨拶を申し上げます。まず、本市の1年間を振り返りますと、主な行政財産では、宮津小学校の校舎改築、宮津与座消防組合宮津文書との合築による宮津市防災拠点施設などが竣工しました。また。 センター方式による小中学校の給食が実現し、着々と市民の皆さんの安心と安全の確保が進んでいます。一方、7月の豪雨と9月の台風24号で、市内各地が甚大な被害に遭い、災害復旧作業が今も続いています。改めて被災された市民の皆さんにお見舞いを申し上げるとともに、 1> 1日も早い災害復旧を案じてやみません加えて、9月の定例会最終日の本会議終了後に、議員全員協議会が開催されました。その折、理事者からの説明のあった当初の財政見通しで、前回よりさらに厳しい財政見通しとなりました。5年後の決算で、累積赤字が40億円を超えること。 現時点の交際費比率が20%を超え、全国792に及ぶ市の中でワースト2という大変な状況になっています。宮津市議会におきましては、6月に行われた市議会議員選挙で議員定数が従来の16名から2名減り、14名となりました。そして11月には現職職議員の逮捕辞職で 議員数が13名となるとともに市民と社会の信頼を損なう状況にあります本来市議会は市民の声を市政に反映する場所で市の意思を決定する議事機関です地方自治体は国政の議員内閣制と異なり市長と議員はともに直接選挙で選ぶ二元代表制をとっています 二元代表制の特徴は、相互の牽制、抑制と均衡によって、市長と議会が緊張関係を保ち続けることが求められています。すなわち、議会は市の基本方針と政策決定の監視、評価、機能を果たすことになります。今こそ、私たち議員は、二元代表制の意義と議員としての役割を改めて 見つめ直さななければなりません古代中国の疫橋に、急すれば変図、変すれば通ず通ずれば久しという言葉があります。この逆,逆境を機に、鳥の目と虫の目と魚の目を持って、マクロとミクロとトレンドを見極めた議員活動に邁進するとともに、政治倫理の確立に向けた真摯な姿勢を、 求めていきたいと思いますそして宮津市議会が市民の皆さんをはじめあまねく社会に対する信頼回復に努めるため議員の皆様には今後一層奮励努力されることをお願いいたします結びにあたり皆様方におかれましては年の瀬を控えくれぐれもご自愛いただき 良いお年をお迎えになられますことを記念申し上げ、閉会のご挨拶とさせていただきます。これで本日の会議を閉じ、平成30年第5回、 12月宮津市議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした